ビリングス郡はアメリカ合衆国ノースダコタ州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は783人であり、2000年の888人から11.8%減少した。ノースダコタ州の郡ではスロープ郡に次いで人口が2番目に少ない。郡庁所在地はメドラ市であり、同郡で人口最大の自治体でもある。 ビリングス軍は1879年にダコタ準州議会が承認し、軍名はノーザンパシフィック鉄道の社長フレデリック・エイチ、ビリングスにちなんで名付けた。実際には7年後の1886年5月4日にメドラでの集会で組織化された。軍領域は1912年にゴールデンバレー軍、1915年にスロープ軍が分離されて小さくなった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1153平方マイルであり、このうち陸地は11651平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.17%である。セオドアル・ウズベルト国立公園の南ユニットが、軍の中央部、メドラのすぐ北に位置している。ブリーパルピットゴルフコースが、メドラの南3マイルにある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ビリングス軍は伝統的に共和党支持である。最近3回のアメリカ合衆国大統領選挙では共和党候補が軍投票数の70%以上を獲得した。第3の政党や独立系の候補者にもいくらかの興味を示している。1992年と1996年の選挙では アメリカ改革党から出馬したロスペローが20%以上を獲得した。さらに2000年の選挙ではアメリカ改革党のパッドブキャノンに約6%の票を投じた。中、ノースダコタ州の法人化された自治体はその大きさによらずすべて地になる。ザ・トータル・フォー1910年の人口は1912年にゴールデンバレー軍1915年に スロープ軍に移籍された軍区の人口8 0 0 9人を含んでいる。ありがとうございます。